おはようございます。速稼塾の久保です。今日は3月31日ございます。昨日の相場解説でしっかりと110円111円の方に向かって、ロウソクが伸びていってましたので取れたんじゃないですかね。私はね、追加連絡の時に、きっちりあれ利確して欲を出さなかったんですよね。まあでもお話したようにあそこからもうぐんぐんと伸びていきます。そして実際伸びました。ですんでね、まだ時間的に余裕がある方とか資金を精神力に余裕のある方はあの後まだポジションを残したまましっかりと最大値で取れていけてるんじゃないかなと思います。場合によってはまだポジション残してるかもしれないですね。まあそんな感じで今日も見ていきましょう。それではね、これからチャートを切り替えていってみますんで、こちらのね、画面の方をご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。まずデイリーからですね。ここにゾーン引いてますよね。だからここを超えたら110円111円の方に行きますよってことで、ずっとお話してた通りです。垂直トレンドからの一旦跳ね返って、そして緩やかに下の方に行って、その後にこのように突き破ったということで、満を持してバイのエントリーが成功したということでございます。はい、で次4時間なんですけどもね、大きな時間軸から見ていきます。4時間なんですけども、まあ一応お話しときます。ここ突き破れなかったところを突き破って、そしてですね、ここで一息ついてぐんと伸びたってところですね。この辺りから勢いづいていたんですかね、ずっとここが超えられなかったですからね。今ここを超えたわけです。4回目のトライでぶち抜いたということになっております。で全体的に見たらね、こういう風な流れになってた。移動平均線を見ていただいてもいいんですけども、上昇してきたものがちょっと緩やかに右肩下がりになって、そしてこの流れを作ってくれたということですね。ですから初心者の方はここを抜けてから入ってもいいですよということです。はい、では1時間の方を見ていきます。まだね、上昇継続ですから倍の方でいいですよ。移動平均線のこの迷いなき一直線見てください。もう上昇以外で買うものがないです。で一旦止まっていたところがここなんですけども、ここもしっかりとね突き抜けてくれましたんで、倍の方でエントリーができたかなというところですね。で今下にちょっと下がりましたけども、これ今後もどうするでしょう。当然倍ですよね。でですね、ポジションをもう持ってない方は、今日改めて持ちたい方はここを超えてから倍に入るといいと思います。もちろん上級者の方はすでに入ってると思いますけどね、ここを超えてから入ってからでも全然遅くないですよ。111円に向かいますからね。まあでもね、本当に111円に突入するかどうか分かりません。ここまで円安が進むと何らかの介入がなくもないんですよ。急速なこれ値動きでしたからね。だってついこの前まで105円ですよ。105円に落ちていったんですよ。でそっから今度わずかね2ヶ月ぐらいの間で6円変わったわけですからね。5円変わったわけですからね。凄まじい値動きだと言わざるを得ないと思います。はい、というところでいかがだったでしょうか。バイデンさんが大統領に就任した瞬間に、私はずっとセル戦略をやってきたのをバイに変えて、それからずっとバイで取れています。こういうふうに大きなバイ戦略をずっと継続して立ってるときは、下手に途中でセルでね、ちょっとした押し目に入るところも儲けようなんて思わずに、しっかりと下がりきったところでエントリー、下がりきったところでエントリーっていうのを繰り返して、尻尾と頭がくれてやるから、尻尾から頭までもらっちゃいに変えていってください。そっからですよ。そっから往復ビンタなんですよ。そっからっていうのは頭も尻尾ももらえるようになってから往復ビンタですからね。だから頭と尻尾はくれてやれの段階で往復ビンタをしないようにしてください。順序がちょっと逆になってきます。さあ、それではですね、 FX の相場解説のこの基礎講座か、中級編の方、エリオット波動、こちらのね攻略がそろそろ皆さんできてきたんじゃないかなと思います。エリオット波動っていうのは言葉は知っていたけども、ここまで分かりやすいもんだと思わなかったというね、そういったお話も何件かいただいております。分かりやすく伝えてるんですけどね、本当はねエリオット波動の講義を受けるとまだまだあるんですよ。まだまだあるんですけども、頭こんがらがっちゃうんで、エリオット波動が理解できて押し目買いと戻り売りができるところまで私はお伝えしております。 FX の中級編の方をねしっかりとご覧いただいて、あれは普段のね W とか V とかにも生きてきますんでね、
活用していただきたいと思います。それでは本日は以上です。